久保さんやってみないとわかんないですよね <laughs>。今日ね、あのメンバーシップ、審査を受かって、なんか特典のしん、なんかメンバーシップできますよっていう案内は来てたんだけど、去年ですね。で、まあ、やろうと、今日やろうと思って設定したら、なんかあの、審査ありますみたいな。特典のね。えっと、えみたいな。でも、一応24時間以内に回答しますみたいな。で、朝やってたんですよ。 でやっぱ僕も初めてやることなんで、ちょっと分かんないことがあって調べたりとかしてやってて。で、まあ、一応設定できて。で、なんだあの、メールが来て、特典の申請 OK ですってってメンバーシップ、もう開局したんですよ。で、びっくりしたのが <laughs>、速攻一人あの入会していただいてる方がいて <laughs>、ちょっとビビりましたね。 もう何の告知もしてない。まあ、告知というか、まあ世、あ番宣でもしかもね、それ金麦研究所っていうね、一緒に酒飲もうぜっていうやつなんですけど <laughs>。ね、儲かる方法とかじゃないんですよ <laughs>。一緒に酒飲みましょうっていうメンバーシップなんですけど。いやー、ありがたいですね。うん。まあ、これからバンバン告知、まあ、告知動画も撮ったんですけど。だから、ま、何が言いたいかっていうと、なんだ。 新しいことにどんどん挑戦しないと、ん、何も見えないよって話ですね。だから久保さんが言う通り、その、やっぱ、あの死ぬ間際にやっとけばよかったなっていうのがやっぱあるわけですよ。かなり。まあこれ看護婦さん、なんかね、ネットにも載ってるんですけど、看護婦さんとか、死、死と向き合うお仕事じゃないですか。で、やっぱその患者の人がそ、そういうふうに言うみたいですよね。やっとけばよかったみたいな。 うんだから、まあ、本当ね、あのーやや、やれること全部やっといたほうがいいですよ、今のうちに。本 <laughs> 当やりたくてもやれなくなるときありますからね。だからこのメ,メンバーシップに関しても、うーん、やれない人もいるわけですよ、やりたくても。うん、これはし、なんか、Google さんからご招待いただかないとできないやつなんで。 今、YouTube 開局し、YouTube を開設したら全員ができるかっていう機能ではないんですよね。まあ、そのうち全員実装するのかわかんないですけど、今ある特定の人しかできないんで、まあ、そのチャンスもらったんで、そのチャンスをやってみようっていうことでね。うん、なんか思ういろいろ考えたんですけど、あお酒を一緒に飲むっていう、<laughs> 落ち着きました <laughs>。まあ、あやらないとわかんないし、や でも、やったから、まあ、今日、もうすぐやってね。すぐ、一人いたんでありがたいですけどね。うん。だらやらないとわかんないですよね。まあ、ちょっと今日のね、ライブ楽しい今日、もう今日ライブやりますからね。メンバー限定の <laughs> 今日やる <laughs>。今日受かって今日やるっていうね。なんかね、このスピード感覚が僕は大事だと思います。この前、57歳で、その YouTube でね、収益、収益化して、 先月か、12月26万ぐらい稼いだ人と対談したんですよ、57歳で。で、その方も言ってましたけど、やっぱその、やらない方がリスクあるよねっていうか、まあ無料でできるわけですから。うん。まあこれがね、その、普通の事業とかであるならば、お店構えるのに何百万必要とか何千万必要とかなるわけじゃないですか。一切不要ですからね。 うん、ス,マホとスマホあればできるし、まあ、パソコンあればできるし、うん、だからやろうと思えばできるわけですよ。うん、で、しかも、うん、やろうと思えばできる環境もあるし、デバイスもあるんだけど、一番立ちが悪いのが、やろうと思ってるけどやらない。<laughs> だったらもう最初からやらなくていい,い,い,いいんじゃないかなって思うんですよね。やろうと思ってるけどやらないんだったら、それはもったいないですよね。 だってやれなくなる日が来るわけですから。うん。そう。なんで、まあ、挑戦しようっすかね。はい。挑戦しろと。いってらっしゃい。